サッカーファンの皆様、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。前節ユベントスとの大一番に敗れ、8点差を4ポイントと広げられてしまったインテル、今日第32節はホームのサンシーロスタジアムに14位のピアチェンツァを迎えています。この試合おなじみの田島幸三さんの解説でお伝えしてまいります。田島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずインテル大変苦しくなりました。本当そうですね。スクエットのちょっともう可能性は少なくなりましたね。さあ残り3試合、インテルとしてはどのような心づもりで戦えばよろしいんでしょうか。そうですね、まあ、いろんな試合ありますし、シモネ監督ベンチに入れませんけれども、はい、ぜひいい試合を見せてほしいですね。そうですね。今カメラが捉えているシモーニ監督ですが、前節ユベントス戦で退席処分を受けて残り3試合すべてベンチに入ることができません。では前半戦15節の対決をご覧いただきましょう。ここまで6試合負けなしと好調なピアチェンツァ、一方首位のインテル、前半0対0で折り返し、迎えた後半24分、モリエーロセンターライン付近からドリブルで持ち込み、そのままシュート、これが決まってインテル先制。モリエロ今シーズン2ゴール目。追加点を狙いたいインテルですが、セレーニの好セーブの前に得点なりません。ピアチェンツァもロスタイム、インテルゴールに襲いかかりますが、ムルジータのシュートはパリウカの好セーブで得点ならず。ピアチェンツァがゲームを支配していたものの、決定力不足でインテルに逃げ切られてしまいました。スクデット獲得の状況は厳しくなりましたが、今日もサンシーロスタジアムはたくさんのお客様が詰めかけています。観衆6万6000人です。それでは両チームの紹介 VTR をここでご覧いただきましょう。前節のユベントス戦で退場処分を受けてしまったルイジ・シモーニ監督、第31節終了時点で20勝5分け6敗、勝ち点65の2位、前節ユベントスに敗れたため勝ち点差は4と開いてしまったインテル。頂上決戦となったこの試合、前半20分デルピエロがドリブルで持ち込んでシュート、これが決まりユベントス待望の先取点を奪います。しかしロナウドもユベントスディフェンス陣の一瞬の隙をついてシュート、得点には至らなかったもののユベントス陣営の肝を冷やします。そして後半、試合の命運を分けるプレーが起きてしまいました。ペナルティーエリア内でロナウドがユリアーノに倒されてしまいますが、主審はノーファールの判定。このプレーの直後、今度はデルピエロがペナルティーエリア内でベストに倒されます。これが PK の判定となったため、主審のもとへインテルの選手が一斉に詰め寄り、試合は一時中断します。しかしユベントスはこのチャンスにデルピエロが PK を外してしまい、試合の行方はもつれにもつれます。どうしても負けられないインテルは最後までロナウドの攻撃力にかけて戦いますが、ついに追いつけず痛い黒星を喫してしまいました。ピアチェンツァを率いるのはコーチスクール出身のヴィンチェンツォ・グエリーニ監督。第31節終了時点で6勝14分け11敗、勝ち点32の14位、セリエ A 残留をかけて残り試合負けられないピアチェンツァ。前節ピアチェンツァは16位のアタランタと対戦。前半2分、トラメッツァーニがゴール前にクロスボール、相手ディフェンスにクリアされますが、これをピオバーニが強烈なシュートを放ち、ピアチェンツァ先制します。後半10分、ラステリがペナルティーエリア内で倒され、ピアチェンツァ PK のチャンス、これをピオバーニが確実に決めて2対0とリードします。その後2人の退場者を出してしまったアタランタ、このチャンスにムルジータが3点目を決めて、ピアチェンツァアタランタを突き放しにかかります。結局このまま試合終了、セリエ A 残留を目指し、ピアチェンツァイレブンの意気込みが伝わる一戦でした。インテルはわずかに残る逆転スクデットのために、一方ピアチェンツァはセリエ A 残留のために、ともに勝ち点を上積みしておきたいところです。インテルのメンバーからご紹介しましょう。ゴールキーパーおなじみのパリウカ、以下フレージ、サルトール、コロンネーゼ、ミラネーゼ、ヴィンテル、シメオネ、モリエロ、パウロソーザ、ロナウド、カヌーです。キャプテンのベルゴミは前節は出場停止、そして今回は太ももを痛めたため出られません。サブはマッツァンティーニ、ガランテ、リバス、サネッティ、ジョルカエフ、コーエ、デコバ。
続いてピアチェンツァのメンバーです。ゴールキーパーがセレーニ、デリカッリ、ロッシ、セリエ最年長39歳のビエルコウッド、それからストロッパ、バローティ、マッツォーラ、ブーゾ、トラメッツァーニ、ラステッリ、ムルジータとなっています。サブはマルコン、ポローニア、ボルディン、バルトリーナ、ピオバネッリ、シェンツァ、ゼルビーニです。画面が捉えたのはセリエ最年長39歳のビエルコウッド、そして今日の主審ですが44歳のリビオ・バッツォーリさんです。前半が始まりました。今日の気温は21度のサンシーロスタジアム。まずインテルがボールを回します。さあ田島さんに改めて見どころをじっくり伺いましょう。そうですね、ピアチェンツァはこれもう B 落ちがかかってますからね、はい、かえってこういうチームっていうのはね良くなるんですよね、試合展開が。そうですか、そういう意味ではそれに刺激されてインテルの選手たちもどんどんこう活気あるプレーを見せてほしいですね、はい、前節特にピアチェンツァは3対0と快勝してますので。そうですね、ここでピアチェンツァ、トラメッツァーニがボールを奪いました。最終ラインに下げます。そして中盤です。ボールが繋がりませんでした、まあ、どうしてもディフェンシブにはなると思うんですよね、はい、最低引き分けっていうのがピアチェンツァの狙いでしょうね。そうですか、あわよくば勝ちたいというところなんでしょうか。もちろんそうですけどもね、今映った6番のデリカッリ、ストッパーを務めています。ボールを入れるのはサルトールです。サルトールも代表デビューを果たしました。あっとこれはリターンパスがコミュニケーション合ってませんね、はい、モリエーロ、そしてサルトール、2人ともイタリア代表の新星と言っていい存在になってきましたね、はい、さあそしてブラジル代表のエースロナウド、3人がかりのマークを受けました。ロナウドはユベントス戦で、まあ、PK かと誰もが思ったところを取ってもらえなくて、後で審判に暴言を吐いたカードで一旦2試合出場停止言い渡されましたけれども、それが後に取り消されました。晴れて今日のゲーム出場できています。さあ右サイド、ラステッリが上がっていきます。マークはクロンネーゼ、クロスが入った、ヘディングシュート、フィニッシュまで持っていきました、はい、人数は少ないですけどね、今2人だけでシュートまで持ってきましたからね、はい、まあ、これがピアチェンツァの戦い方でしょうね。なるほど、長身の184センチムルジータとスピードのあるラステッリ175センチ、この2人のツートップのような格好です、はい、立ち上がりピアチェンツァのコーナーキック、ストロッパが上げます。ゴール中央に上がってきますがそれました。追っていくのはトラベッツァーニ、一旦後ろへ下げます。チップキック中に入ってくる、ボールが届いた、さあチャンスになるか、シュートを打てるか、ディフェンスがつく、サポート、トラベッツァーニ、インテルも守る、クロスが入ってくる、笛が鳴りました。オフサイドですね、はい、その前のプレーが今ゴール前に上がったボールのところで真ん中にいたムルジータでしょうか。いや、その前だと思いますね、左の縦パスが入った時にオフサイドだと思いますね。そうですか、はい、はい、ゴールキーパーはおなじみのパリューカです。インテル4月22日のパラグアイ戦では呼ばれなかったんですね、しかしまあ最終的に代表に入るでしょうね、さあこちらはカヌー、カヌーロナウドこの2トップっていうのはもうこれはもう本当に両方ともワールドカップの出場、そうですね、間違いないでしょうけどね。しかしインテルではなんとこの2人の2トップ、これ5試合ぶりになります、まあ、カヌー本当にどれぐらい復帰しているのかっていうのは非常に楽しみなんですよね、はい、特にミルチノビッチ監督が喜んだのはドイツ戦敗れはしたもののカヌーが90分フル出場、手術後初めてやったこと、はい、カヌーのアトランタでのプレーを覚えている方も多いでしょうかね。そうでしょうね、脅威ですよね、館長に戻った時は、そうですね。さあそのカヌーがボールを触ります。うまいですよね、はい、あの身長でボールコントロールはもう全く問題なくパーフェクトにこなしますからね、嫌なポストプレイヤーですよね。そうですか、やはり田島さんよく言われる長身の選手は足元がお留守になりがちだと言いますけれども、カヌーに限ってはもうそれは全く、そうですね、逆に身長に関わらずこの中でもボール扱い一番うまい方じゃないですかね。インテルの中で一番ボール扱いがうまい、はは、逆にヘディングはもしかすると他に強い選手いるかもしれませんね。シメオネあたり強いですから ね。さあ中盤でボールを取っているのはピアチェンツァの方です。縦にボールを出しますが、これはインテルが、非常にピアチェンツァの攻撃簡単にやってますね。ワンタッチでのプレーが多いですね、はい、今度は左サイドからインテル、ミラネーゼが上がっていきます。
ディフェンスを吹き飛ばしました。そしてロナウド一つ当てて左サイド一人上がっていく、右へ出しました。ここにモリエロがいます。モリエロクロスを上げようとしましたがトラメッツァーニに当たった。ハンドだってことですけど取ってくれませんね。そうですね。今度はアロン・ビンテル、パウロ・ソウザに戻しました。ここはディフェンスが返ってきました。立ち上がりにまずシュートまで持っていったのはピアチャンザの方です。インテルはまだフィニッシュまで行きません。今5分になろうとしている時間帯です。シメオネ、ロナウドがフリーになっている。ここは中を伺っている。縦へパスを入れました。カヌー、ボールが流れました。ちょっとそれましたけどね、あれぐらい強いパス、はい、カヌーは難なくコントロールできますからね、はい、まあ、あれぐらい強くないとトップの選手には当てることできませんね。そうですか、はい。ピアチェンツァのゴールキーパーは23歳のマテオ・セレーニ、そして今映ったのがヴィンチェンツォ・グエリーニ監督です。またボールを取ったのはインテル。カヌーに対してのファウルでしょうか。後ろから行きました。今映っているのはシメオネです。後ろから当たってますからね。そうですね、ファウルはデリカッディ。しかしこれはピアチェンツァボールになっています。先ほどシメオネ、それからロナウドなど映りましたけれど、4月29日にブラジルとアルゼンチンの大一番もあったばかりですね。そういえばもうこの時期はですね、もちろんスクデットのこともありますけれども、はい、もうワールドカップに向けて誰が代表に入るとかですね、そういうような話題で持ちきりですよね。そうですね。さあカヌーが走っていく。マークはデリカッディ。カヌーがためを作ります。サポートを待ちます。クロスを上げてきた。モリエロが待っているがそこまで届きません。ボールを拾ったビンテル、ちょっとコントロールが大きかった。最終ラインはサルトール。真ん中でパウロ・ソウザ。ビンテル、これもコントロールが大きかったんでしょうか。ピアチェンツァボールに変わっています。ムルジータに当てます。ストロッパが寄っていきますがパウロ・ソウザがカット。そしてロナウド、これはファウルです。あれうまいですね。うまいというのは自分の体を入れながらですね、はい、ターンしてもう一気に抜き去ろうという、これビエコウトちょっとファウル止めなかったら行かれたかもしれませんからね。そうですか。今日どうですか、カヌーにデリカッディがついてロナウドには39歳のビエルコウッドがついてますか。もちろんこの辺は多分受け渡しすると思いますけれどもね、はい、今のところそういう形で使われてますね。あ、少し面白い見どころではありますね。そうですね。今度はインテルのファウルです。倒されたのはラステッピ。この人は29歳、今シーズン初めてセリエ A デビューを果たしたという苦労人です。クロスが入ってきます。ゴール前にボールが来るがわずかに届きませんでした。まあ、もうチャンスがあればどんどんゴール前にこういう形で入れてきますね、はい、あんまり手数かけてカットされてカウンターをされるよりは、はい、早くゴール前に持っていこうというのがピアチェンザの考え方だと思いますね、はい。インテルの攻めはどういう意図が見えますか。ロナウド、カヌーにぶつけてですね、はい、そのポストを生かして、まあ、ここでもそくさびのボールなんですけども、はい、そこに攻撃の起点を作ってつないでいくという形ですね。なるほど。今度はモリエロからシメオネ、右に映っているのがカヌー、左にいるのがロナウドです。ファウルではありません。ちょっとまだトップに当たるボールの当てるボールの質が悪いですね、はい、そうですか、インテルの方はここはポイントになれるか。ロナウド、はい、縦パスを送ってカヌーとのワンツーか。おっとビエルコウッドと交錯した。カヌーがシュートを打つ。カヌーは本当にいいところですよね、はい、最後までこうパスするのかこうターンするのかとか分からない、読めないプレーですよね。このターンも早いですね、はい、ちょっと最後のシュートはちょっと地面を蹴ってしまってますけれども、素晴らしいプレーですね。彼独特ですね。あの辺りのテクニック、柔らかさ、判断の速さは一級品です。ヌアンコカヌー。さあ今度はピアチェンツァボールに変わっています。ピアチェンツァのゲームメイクをするのは10番のストロッパ、かつてイタリア代表経験があります。左サイドのスペース、トラメッツァーニが上がってダイレクトでクロスを入れてきた。キーパー出ます。詰めていったのはムルジータ。もうムルジータだけですね、トップにこう来るのはですね。そうですか。それほど多くの枚数をどんどん上げたりはしませんね、はい、
さあパウロ・ソーザからの縦パス、走ってくのはシメオネ、届きません、戻ったプラメッツァーニ。シメオネ非常に活動量多いんですけども、ディフェンスもよくやりますよね、はい、そうですね、嫌な選手ですねアルゼンチン、ほとんど一月先なんですねアルゼンチン対日本は、ずいぶん先のように思っていましたけれども、さあここはスペースへ出ていく、ブーゾには通りませんでした。アルゼンチン代表はいろいろメンバーの構成などもバティストゥータがどうなるんだろうとか言われましたが、結局今のメンバーというか最強メンバーみたいな感じで持ってきましたからね。まあ、ワールドカップですから当然ですよね、さあインテル立ち上がりにご覧いただいたようにシモーニ監督はベンチに入れません、はい、今日のゲーム。アロン・ビンテル、ロナウドがこの位置まで戻ってきました。そしてビンテルに当てます、前にカヌーがいます、右にモリエロ、モリエロはちょんと出す、カヌーが走っていく、ピアチャンザマイボールにしました、パスが少し弱いか、それとも縦へ出していきます、左サイドラステッリが走りましたが追いつけません、しかし手を叩いています、いいタイミングに来たということですね、はい、前節に続いてフレージが最終ラインを統率しています。キャプテンのベルゴミはご紹介したように太ももを痛めています。長いボールが入ってきた、またシミオルが突っ込んでいく、キーパー出ましたセレーニ、こういうあのミッドフィールドの位置からですね、はい、かなり長い距離を動いてあの前線に上がっていく、非常にマークしづらい選手でありますね、やはりフォワードの選手には必ずマークがついているんでしょうが、2列目以降から飛び出してくる選手には一瞬遅れたりするんですか、はい、そうですね、あの掴みづらいんですよ、はい、でやはりあのディフェンスに関して言えば中盤の選手必ずしも得意な選手ばかりじゃありませんからね、なるほど、とここはインテルボールに変わりました、今度は左サイド真ん中に見えているのがシメオネです、縦へ出しました、カヌーが走っていきます、ロッシが戻りました。田島さん、この両チーム見てますとインテルは非常に多国籍軍という印象ですが、はい、ピアチェンザはイタリア人だけなんですね、そうですね、まあ、いいことと言いますか、そういうチームもぜひあってほしいですよね、なるほど、さあこれはシュートのチャンスか、前が空いてるぞ、シュート打ってきた、パリウカ抑えました。今はインテルのディフェンスが寄ってきてませんでした、そうですね、人数いたんですけどね、クロスが入ってムルジータわずかに届かない、しかしまだボールは生きている、ここでタッチを出ました、ピアチェンザもなかなかどうして要所要所で攻めに行ってきますね、いいですよ、あのモチベーションとしてはピアチェンザも高いかもしれませんからね、そうですか、今シーズン現在14位、過去2シーズンもギリギリ14位でセリエへ残留を果たしました。特にピアチェンザは昨シーズンはカリアリとのプレーオフに勝ってようやくセリエへ残留を決めたというチームですさあロナウドがスペースへ出ていく、ここはディフェンス戻った、いい狙いでしたけどね、ちょうど、はい、タイミング的には、空いたボール2回目のミランダービー今シーズンありましたけれども、モリエロからロナウドへぴったり通ったパスがありましたけれどもね、はい、パウロ・ソーザ中入れた、さあシメオネ、真ん中ロナウド、そして逆サイドモリエロがいる、クロスをカットしました、カヌーのシュート以降なかなかいいチャンスがインテルは出てこないんでしょうか、ストロッカが縦へ出していきます、スペースへ走っていく、こぼれ球はインテルボールになります、パウロ・ソーザトップ見てぶつけたですね、そう、はい、カヌーです、2人が込みに行く、ロナウド、カヌーは左にいる、おっとロナウドが足を払われましたがノーホイッスルです、スタンドブーイングの嵐、あのイベント戦でもありましたからね、はい、ペナルティエリア内の内でもうユベントスファン、インテルファンばかりでなくイタリア全土を巻き込んでる大騒ぎになってるみたいですね、いい今の、 あの体の向きからのパスですね、はい、さあ左サイドラステッティのグラウンダーのクロスは届かない、おっとクリアが甘い、ここにピアチェンツは誰も詰めていなかった、
今のクリアは危ないところでした。そうですね、本当にムルジータだけなんですよね、中に入ってくるのが、はい、まあ、それで助かりましたけどね、インテルは。前回の対戦でも1対0、インテルが最小得点差で勝ちました。ピアチェンツァは現在14位ですが、得点は23得点でセリエ A 16番目、しかし失点が34、これ少ない方から5番目なんですね。点は取れないけどあんまり取られないというチーム。おっと、ベテラン33歳のロッシが上がっていきます。右サイドラステディへ出しました。そのままロッシが入っていきます。ムルジータがファーサイドにいました。ラステディのクロスはディフェンスに当たっています。ムルジータが足を出す、インテルクリアしました。おっと、ここはモリエル触っていればチャンスになりそうでしたが、トラメッツァーニが戻っていました。そしてもう一回トラメッツァーニ、右サイドへ出したボールはカットされました。そして上がっていくミラネーゼ、ミラネーゼも10試合ぶりのスタメン出場です。そしてロナウド、厳しいマークを受けます。もう少し早くロナウド、カヌーが動き出せばいいと思うんですけどね。そうですか、スペースへ出した、ペナルティーエリアの中、ここはうまく体を寄せました。サルトール、動き出しが、まあ、若干鈍いというのは多少疲れというのは、田島さんどうなんでしょう。気持ち的には間違いなくあると思います。そうですよね。ただもうプロで6万6千のファンの方がいらっしゃってるわけですから、はい、もうここはやはり勝つために貪欲になってほしいですね。そうですね。ストロッパがトリッキーなパスを出そうとしましたが、シメオネがカット、インテルボールに変わっています。ストロッパは30歳、かつてフォッジアにいた93年から94年にかけてイタリア代表で4試合出場の経験があります。もう一つピアチェンサを見ていて思うんですが、はい、かなり年齢の高い選手が多いですよね。39歳セリエ最年長のビエルコートを筆頭に今日スタメンの、おっと、ここはチャンスか、うまいですね。カヌが止めてロナウドへ渡す、ロナウド勝負に行くか、ロナウドシュートを打つ、わずかに右にされました。あそこに入るとやはりチャンスになりますね、インテルは。はい、この2人の早いですよね、ボール持って。はい、そしてディフェンス2人いたんですが、その隙間を縫うようなシュートを打っていきました。ロナウド、うまいですね。はい、ここはインテル、サルトールが顔を押さえています。主審はバッツォーリさん、いろいろ審判の方々も風当たりが強くなって大変なようです。ヘディングでつなぐ、ゴール前に出ますが、まあ、そうですね、審判もイタリアの場合は半分プロみたいな方もいらっしゃいますしね。今日のバッツォーリさんは会社役員という肩書きになっていますが、役員の座にあって何を好き好んで苦労するかという気もありますけれども、いや、まあ、それはそれと、もうサッカーを好きな方なんですよ、みんなサッカーの仲間としてね、はい、そうですね、いろんな形でサポートしてくださるからこういう試合が成り立つわけですから、そういう意味では少なくともその審判の方にもやはり敬意は表しなきゃいけないんですよね、絶対に。そうですね。しかし時としてどうしても承服できないという状況になってしまうのも、これはサッカーである限り仕方ないんでしょうか。ただそういう審判の方はやはりどん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 処分といいますかされますからね、評価されてますから。あ、なるほど、はい、でまたいろんな形で新陳代謝がある方が、これはレフリーの方だけじゃなくてね、監督も選手もそうなんですけれども、はい、あった方が活性化されると思いますね。あ、なるほど。さあ、インテル、カヌーが一旦ビンテルを戻しました。アロン・ビンテルはオランダ代表です。そしてパウロ・ソウザと、ロナウドがもらいに来たところとボールの出しところが今合いませんでした。ビエルコウッド、ボールが流れています。またインテルボール、フレージ、
モリエロも随分下がってきました。そうですね、うまい。パウロソーダがスルーしてワンツーもらおうとしたところディフェンスに当たりました。意図が分かりますよね、今のプレーなんかは、はい。今度はどうなるか、ヴィンテルからカヌー、前にロナウドがいます。一旦後ろへ下げて、ここもちょっとボールが乱れましたが、さあモリエロ拾った、モリエロどうする、シュートを打ってきた。いいですよ、はい。ただ立ち上がりから目立つのは、まあ、再三言われることですが、はい、サンシーロはどうも芝のグラウンドの状態が、今日も何人も選手滑ってますよね、よくないんだという。やはりあの日が当たらない、こう、まあ、今ここで日が当たっているところあるんですけどね、はい、これ90年のワールドカップの時から多少問題になってましたよね。そうですね、うまいですね今、はいはい。ワンタッチでボールがつながっていくピアチェンツァ、ちょっとこれがピアチェンツァの特徴ですね、はい、こういう速いパス回しから攻撃に、移りますね。今最後ラステッリがボールコントロールできませんでしたが、あそこでまたポンとつながっていれば大きなチャンスになったんでしょうか、はい。そういう意味でこういうワンタッチのチームにとってはこういうあのピッチのいいところを使わなきゃいけないですね。なるほど。さあ今度はフレージが上がっていきます。モリエロに預けました。左にカヌーが開いています。カヌーとロナウドが今並んでいる状態です。シメオネ、そして右のヴィンテル、真ん中もフレージが入っています。ファーサイドに上げた、さあカヌーが待っている、カヌー胸で落とした、シュートが止まっていけるか、ここはカバー入った。あの意図した通りの、ね、胸のコントロールでしたけどね、はい、ちょっと胸を押し出しながらこう遠くにコントロールしたんですけども、読まれてましたね。あ、そうですか。そのあたりはさすがに百戦錬磨のベテランディフェンダーが揃っています、ピアチェンサ。左サイドでまたラステッリが頑張っているが、ラステッリの足に当たってラインを割りました。プロ生活11年目です。昨シーズンまでセリエ B のルッケーゼというチームで7年間プレーをしていたラステッリ、29歳でやっとセリエデビューっていうのは、まあ、遅咲きですよね。そうですね、またそれぐらい厳しい世界ですよね。あ、なるほど。しかしそういった中で今シーズンはあのブレシアのウブナーですか、あの人も随分セリエ B でやってましたけれども、そうです、ね、活躍してそうした選手たちがまた他の選手に与える、まあ、いい影響というのもあるんでしょうね。大いにあると思いますね、はい。2人とも足を上げていましたが、これはピアチェンツァのファウルになります。フレージは25歳。ボールを持ったのがまたラステッリです。縦のスペースへ送ります。ムルジータが右へ出す、ラステッリがそこに走っていきます。さあ中央、いや失礼、これは17番のバローティだ。バローティのクロスは届きません。モリエロが真ん中でプレーをしています。モリエロ非常にあの中盤のボール今日触ってますね。そうですね。そしてヴィンテル、シメオネが前を向く、いいワンタッチで出した。もう一回ヴィンテル逆サイドへ出していく、シメオネには届かない、ロナウドがボールを拾う。さあロナウド、ペナルティーエリアに入ったロナウド、シュート打った、パスが当たった、カヌーがいる、カヌーディフェンスを返した、1対1、シュート止めている、防いだ、防ぎました。セレーニ、ナイスキーパーですけど、カヌーも決めなかったですけど、うまかったですね、はい。がっくり膝をついてしまいましたが、今の一連の流れもう一回ご覧いただきましょう。ポストですね。ここでもう一回いってるんですね、うん。しかしあのいいあの足の長いところでのフェイント、キックフェイントありますからね、はい。もったいなかったのはここをワンタッチで抑えてればそのままスライディングしながらでもね打ってもよかったですね。そうですか。ただボールがこうバウンドとか読めなかったんでしょうね、はい。インテルがビッグチャンスを逃しました。ピアチェンツァは命拾いをしました。さあパウロソーザ、またロナウド、ロナウドがスピードに乗るか、ロナウドが持っていく、ディフェンサー2人、1人かわした、ここもかわした、さあロナウド追い返された、あった、最後はディフェンス戻っていました。バローティ
かがですか。うまいですね、あのアウトに、ね、彼独特ですよね。アウトに行くような形でインにそのまま引っ掛けていくというね、今のプレー、ぜひ子供さんたちは練習してほしいですよね。はい、ここはパウロソーダだ、シュート打った、右にそれました。練習してさっきのプレーできるようになるんですか。なりますよ。なるんですか。特にあのもう今の映像をですね、お子さんたち何度も見てくれればきっとすぐできるようになると思いますね。はい、パウロソーダのシュートはその後コーナーキックでしたけれど、わずかに右にそれています。インテルが流れを掴んできたんでしょうか。まあインテルペースですね。ただこれ、はい、逆にインテルペースっていうのはこれピアセンサーもこれでいいと思ってると思いますよ。あ、そうですか。点数さえ入れられなければこれでいってカウンターっていうのがピアセンサーの狙いですね。はい、さあまたロナウドです。ここはどうか、ボールが渡る、シメオネ縦へ出す。あとあのロナウド、それカヌーもそうなんですけども、はい、いつパス出るのかってこう読みづらいんですよね。あ、ここはインテルにファウルがありました。ディフェンスもある程度予測して守っているんですが、それをことごとく外されてしまうということなんですか。パスするかと思って足を出すと、あのそれほどファウルという感じもしますね。そうですか。あの本当ロナウド、カヌーあたりですね、パスするぞって振りして引いてドリブルに入ったりとかですね、非常にその辺の使い分けがうまいですね。はい、さあまたピアチェンツァ最終ラインで、ロッシ、ロッシはちょっと余ってるって感じですね。そうですね。そしてやはりデリカッリとビエルコウッドが捕まえに行ってるっていう状況ですか。はい、ですね、左サイドのスペース、トラメッツァーニが上がってきました。ピアチェンツァの方はこの左のトラメッツァーニの攻め上がりというのが一つポイントになってるんでしょうか。そうですね。あとラステッリが右の方に割と流れるケースが多いですよね。ここはトラメッツァーニのクロス、ファーサイドへ流れていく、ヘディングでつないでゴール前。さあシュート打てるか、一旦後ろ下げた。おっとここはよく返った。交錯してファウルは、あ、パウロソーダのファウルだ。トラメッツァーニが倒されました。よく戻りましたよ。でもそうですね、この一つ前の場面でミドルシュートが来るかというようなところで戻ってきたのがパウロソーダでした。はい、しかしこれはピアチェンザいい位置ですね。こういうリスタート大事にしたいですね。ストロッパとトラメッツァーニ、あとビエルコウッドが、あの滑るので、ポイントの長いものにしたか、それで変えたと思いますね。なるほど。壁はビンテルとオリエル2枚です。ストロッパだと右、トラメッツァーニなら左。小さく送って、さあ中へ出した、まあ、ゴール前、シュートは構成状態、なんとかクリア、あと手が鳴った。あ、いけないですね、シメオネ。あっと、イエローカードです、シメオネ。選手を今、ボーンと突き飛ばしましたけれど、こういうシメオネのこういう熱くなるところとか、ぜひ日本代表の選手たち見ててほしいですね。そうですか。あの、確かにね、相手が先にやったんですけれども、はい、その後にこう報復のような形でやりましたからね。もうすぐこれイエロー、下手するとレッドになっても仕方ないようなプレーだと思いますね。ここでこれ確かに蹴られてるんです、足を、はい、その後でその蹴った選手に対してこう後ろから蹴ったんですよね。あ、今日はバツオリさんも比較的笑顔をたくさん出してますでしょうか。一緒になって厳しい表情にはなりません。どうやらここは収まったようです。いい出足でカットしました。そして右サイドのスペース、ここはムルジータが走ってきます。抑えたのはフレージ。パウロソーザ前を伺っています。今のボールは繋がりませんでした。そうですね、あのインテルが良くない時ってやはりトップに当たりませんね、ボールが。ここはどうか、パウロソーザ打つ。今ちょうどトップがこう下がってる間 の下がってきてましたから、はい、あの前に非常に大きなスペースできてましたね。
いい判断でドリブルで入ってきましたね。はい、パウロ・ソウザはどちらかといえばパスの配球役というイメージが非常に強い選手ですが、ああいったプレーを時をやられると、いや、やらないとパスも逆に取らないと思いますね。そうですか、パスだけですと非常にディフェンス楽になりますから。はい、先ほど一瞬インテルベンチが映りましたが、今日はゴールキーパーコーチのルチアノ・カステリーニさんが監督代行です。シモーニ監督、ピーニ助監督ともにベンチ入り禁止となっています。カステリーニさんは昨シーズンロイ・ホジソン監督が解任された後代行をしばらく務めていました。まあ、しかし残り3試合逆転スクデットに一流の望みをかけるインテルとしては、監督不在で戦うというのはこれも大きなマイナス要因でしょうね。そうですね、まあ、いくらファンの前でね、声は聞こえないとは言ってもね、監督がいるかいないかというのは大きく影響すると思いますね、式には。なるほど、こういうターン、それから今のパスする、はい、フェイントからドリブル、はい、しなやかですよね。そしてパスを出す、ペナルティーエリアの中からちょっとこれはトラップしてくれたのか、ボールがポンと大きく跳ねてしまいました。とてもこう2メートル近くある選手っていう感じがしませんもんね。そうですね、流れたボールはタッチを割ります。映っているのはフレージ、前節ユベントス戦で決勝ゴールを挙げたのはデルピエロだったんですが、一瞬フレージ抑えたかと思ったところでデルピエロにしてやられました。プレッシャーをかけていきます。インテル中央にボールをつないで、ここはフリーになっている、出しどころを伺う、左サイドへ開いた、待っていたのはトラメッツァーニ、クロスが入ってくる、逆サイドへ流れる、ヘディングでつなぐ、シュートはピアチェンツァは打てない、インテルクリアしました。形としては今いかがですか。そうですね、今かなりつないだ形できましたけれども、はい、カウンターでいった方が取りやすいと思いますね。ピアチェンツァはじっくり組み立てていくよりも一瞬の隙というものをついていくようなサッカー。パロソーダうまく出して、さあ得意のドリブル、モリエロ、あっと滑った、後ろへ送るカヌーです。カヌーどうする、狙うか、狭いところシュートは壁に当たった。今のソーダの抜け方っていうのは非常にうまかったですね。はい、ダステッピからストッパー、前にムルジータがいる、ワンツー、そして縦のスペース一人走り込んでいく、あと右にラステッディ入っていった、あっと滑った、倒れましたが上は上っていません。いいですよ、はい、トラメッツァーニ、あとラステッディがまだ倒れたままになっています。一旦ボールを外へ出しました。ちょっと幅はなかったですけども、非常にペナルティやその付近でですね、はい、モビリティというか活動量のある動きをしましたよね。なるほど、ピアテンザ、ええ、ちょっとマークしきれませんでしたね、インテルのディフェンダー。切り返しを狙ったんでしょうか。そうですね、ちょっとグラウンドピッチコンディション良くないですからね、はい、左の足の付け根あたりを気にしています。ラステッピスパイクがこう入っている跡がありましたからね。そうですか、ちょっと今のは滑った後のことでしょうね。はい、またピアチェンザボールに戻っています。長身のムルジータ、デリカッリまで下げました。パスが流れています。右サイドブーゾ、中盤でボールを回して一つ縦でポイントを作ります。前を向こうとするストッパー、はい、この時間帯ですね、ピアチェンザがボール回してるんですけども、インテルがうまくトップに入らないんですよね、はい、それでやはりピアチェンザに簡単にボールを奪われてしまってるっていう状況ですね。なるほど、インテルがいい形になりそうだったのはやはりロナウド・カヌーに入った時ですね、はい、ボールが。ここはフレージが戻っています。大きく交錯しました。二人とも倒れ込んでいます。フレージとアマタラステッディです。うん、倒れたところにフレージの足がお腹に入ったんでしょうか。
ラステッリは今日はどうやら3位なんですね。今度は相当また痛そうです。先ほどのちょっと滑った部分が多いかと思いますけどね、今のかなり、はい、入っているかもしれませんね。カメラが捉えたのはルチアーノ・カステリーニ監督代行、52歳、74年のワールドカップの代表メンバーだったそうですね。もう一度先ほどのシーンです。ラステッリが非常に、田島さんもおっしゃっていたように非常にモビリティというか運動量多いですね。この選手を欠くとピアチェンツァ手が一つ少なくなってしまいます、ね。前半の35分を回っています。さあフリーキックのチャンスです。かなり距離はあります。ゴール前に入れてくるヘディングでクリア。バローティ右サイドからクロスを狙ってくる。ファーサイドへ流れていく。ヘディングでデリカッリが行く。ゴールラインを割りました。デリカッリは26歳、184センチあります。コーナーキックになりました。ピアチェンツァ前半2本目のコーナーキック、ゴール前に来ました。ヘディングはどうか。インテルクリア。そしてボールはアロン・ビンテル、縦へ出しました。走るのはロナウドですね。ロナウドが行く。ロナウドが行く。速い。ロナウド突っ込んでいく。さあロナウドシュート、いや切り返した。あっと戻った。打ってほしかった。いやビンテルが素晴らしいスーパスですし、これ非常にいいアイコンタクトで裏を取りましたよね、完全に、はい、いやしかし速いですね、さあ今度はシメオネ、カヌーが縦へ走っていく。モリエロも今右サイド走っていきました。フィールド送ったパウロ・ソウザのクロスはセレに出ました。先ほど打ってほしかったというのは切り返さずにというところでしょうか。ここ で、ね、この次ぐらいですか。ここでもペナルティ入りました。ここで打ってよかったですね。なるほど、コースありましたからね。ただこの18番のマッツオーラもよく戻ってきましたね。その通りですね。ドイツとブラジルの親善試合で決勝ゴールを決めた時のような、はい、あんなシーンになるのかと思いましたけれど。これは反則がありました。ハンドだったようです。映っているのはトラメッツァーニ、このトラメッツァーニのハンドでしょう。ここですね。難しいところですけどね、はい、うまい。カヌーのワンタッチトラップ、そして抜けていった。シュートまで行く。ディフェンスに当たった。今のファーストタッチはですね、はい、立った足元に止める、その後に釣り抜けるときにですね、体の使い方がものすごくうまいですね、はい、ここはオーバーヘッドだカヌー。そしてこの前シュートでまだ打てる。モリエロがいる。モリエロのシュート、これも壁。ハンドアピールしているがこれもダメ。カヌーどうする。4人に囲まれた。まだボールを持っている。スルーした。ロナウドには渡らない。やはりロナウドカヌーが持つとやはりかなりチャンスになりますね。そうですね、本当にボールを取られませんね。よくキープできますね。さあビンテル、おっとここはミスをしました。しかしもう一度取り返した。左サイド上がるミラネーゼ、一旦待ちます。おっと出すところがないのか。シメオネ、うん、後ろからファウルを受けました。インテルの方は1点が入ってもおかしくないような場面が続出、あっと微妙なだ、スローです。難しいですね、はい、さあこの位置からのフリーキック、ロナウド、カヌー2人並んでいます。どんなボールを上げるかパウロ・ソウザ。盛んに動いています。シメオネもいます。おっとキーパー出た。シメオネ、フレージ2人が詰めていきました。さあ速攻に出る。カウンターに出るとこれはあカットしました。かなり滑りますね。グラウンド状態ですね。どうやらラステルはもうとっくに戻ってきています。
さあストロッパムルジータ、そしてストロッパ左にトラメッツァーニ、早めのクロスゴール前、ボールがアウト、シュートを打てない、ムルジータ合いませんでした。スルーではないですよね、今のバウンドの合わせ損ないでしょうか。いや、アーリークロスと言いまして、ディフェンスが戻りきらないうちに出てますからね、非常にディフェンダーとしては守りにくいボールですよね、クロス。ピアチェンツァも気を見てチャンスは作っています。完全に防戦一方に立たされているわけではありません。中盤の底あたりでボールをつないで、トラメッツァーニがまたスピードに乗っていこうとしています。マッツォーラから縦一つくさび、ムルジータ左へ開いた、オーバーラップがトラメッツァーニ、ブーゾがこちらに回ってきています。逆サイドに流れていくボール、このボールはパウロ・ソウザ、そして右サイド走るのはモリエロ、さあモリエロ中入れました、シメオネ、ビンテル、左にロナウドがいる、さっきはここからシュートを打ったが、どうするかロナウド、ビンテルのシュート、これもそれました、わずかに左です。しかしロナウドをカヌーがああやって持ってくれるとですね、はい、まあ、ここもちょっとまた引っかかってしまいましたけれども、もうディフェンダーとして下がらざるを得ないませんよね。ですから今みたいなビンテルのポジションでフリーに打てるようになるんですよね、ですからなるべくトップのあの2人に当てるってことはもうインテルにとって非常に重要なことだと思いますね。そうですね。さあ今度はミラネーゼが早めのクロスを放り込んできましたが、これは流れました。今シーズンはカヌーが、まあ、干潮ではなかったということで、あまりロナウド・カヌーの2トップという場面がスタートから見られることはなかったんですが、もし来シーズン、ちょっとこの話するのは気が早いかもしれませんけれども、はい、ワールドカップが明けて高いモチベーションを持って2人が帰ってきて一緒のチームでやったらどうなりますかね。そうですね。ただインテルに関して言うと、今度のシーズンが始まる前はそう言ってた、ね、どうなるのかとみんな思ってたわけですからね、はい、まあ、そう簡単にいかないんですね。あ、そんなもんなんですね。さあモリエロ、モリエロのボールはちょっと短いか、こぼれ球をアロン・ビンテル、そしてヘディングでつないでいく、ここはディフェンス、ビエルコウッド、そしてブーゾ、バローティが寄っていきますが倒されました。抜けていこうとしたところを引っ掛けられました、ファウルはミラネーゼ。いや、うまいフェイントですよね、はい、このブーゾはシーズン序盤にラツィオから移籍してきた選手です。ヘディングで落としてまたヘッドで前へ出す、ムルジータには合いませんでした。アロン・ビンテル、ここはまたピアチェンツァボールになります。キーパーのセレーニへ返しています。シメオネのヘッド、パウロ・ソウザ、シメオネ走っていく、そこへボールが出た、左にロナウドがいる、早いですよね、シメオネ、ロナウドシュート、強烈なシュート、よく抑えました、セレーニ、ナイスセーブ、よく今の触りましたよね。あ、まあ、コースちょっと甘かったですね。いや、それにしてもスピード抜群ですね。そうですね23歳のセレーニ、今日大活躍です。イタリアアンダー21代表のゴールキーパー。さあコーナーキック、インテルもこれは前半2本目、中央に上がってきた、ヘディングはどうか、ピアチェンツァクリア、ミドルシュート、ビンテル、これもそれた、今日はパウロ・ソウザが打ったりビンテルが打ったり、中盤の選手たちがよくシュートに絡んできますね。あのピアチェンツァが多少引いてますし、はい、トップに入った時にどんどんそのカバーリングで、ミッドフィールドも下がってますからね、逆にあそこは空いてきますよね。そうですね。モリエロ、カヌーへ出しました、うまい、
そしてヴィンテルからモリエロ、勝負に行くか。シメオネがいる、ロナウドがいる、シメオネに当てた、カットされた。ボールはもう一回パウロソーザ、シメオネ、真ん中モリエロ、ロナウドが左にいますが、ヴィンテル大きく開きました。ここにカヌー、カヌーフィントをかけてクロスを入れる、ヘディングはどうか、ロナウド、ロナウド、あっとヴィンテルと重なった、ロナウド、それでも持っていく、シュートを打つ、ディフェンスに当たった。まあ今のはヴィンテルに任せた方が良かったんですけどね、ゴールに向いてますからね。さて前半ロスタイムは3分です。インテルは本当にいつゴールを割っていてもおかしくない状況がずっと続いているんですが、ピアチェンザも紙一重のところでよく守っています。パウロ・ソーザ、ロナウド、また一つポイント、左サイド、あっと足が滑った、クロスが上がってくる、あっと流れました。モリエロですか。今のはクロスの精度が悪かったですね。はい、一つ前で足が滑った分慌ててしまったんでしょうか。ムルジータ、そしてストロッパ、激しくぶつかりましたがファウルではありません。ムルジータとストロッパがちょっとボールに行くのが遅れました。ファウルソーダ、左サイド手を上げているのはモリエロだ。モリエロが走っていく、うまく止めた。さあモリエロ、モリエロ、シュート打つ、これも止めた、防いだセレーニ。今の難しいコントロールですよ、あのボールでしたけどね、ヘディングでスッと出ましたからね。セレーニは今日神がかり的ですねピアチェンツァのスタメンの中では今日最も若い23歳のゴールキーパーです、セレーニ。ピアチェンツァのディフェンスがですね、はい、チャンスは作られるんですけど、なるべく可能性の少ないところから打たせてますよね。なるほど、今のも角度がないところから打たせてますし、先ほどのヴィンテル、ロナウドにしてもその決定的というよりはペナルティーから少し外れたところから打たせてますからね。まあ、逆に言うと下がりすぎている面があるのかもしれませんけれども、ね、こちらは光栄ですね。光栄がスタンバイしています。しかし逆にピアチェンザの方は大きなチャンスというのはだんだん減ってきました。これは致し方ないところでしょうか。まあこれはもう予想されたことでしょうし、はい、さあサルトールも上がってきた。パウロソーダ、左サイドにミラネーゼ。前半のロスタイムは3分ですが残り30秒ほどになりました。チャンスしたいです ね、 こういうボール時間帯もいいですし、前を伺うストロッパー、おっとカットされた。ああいうふうに時間かけて持ってしまうとちょっときついですね。一方パウロソーダ、こちらは早めに出した。さあどうか、モリエロ前を受けない。さあロナウドが行く、うんと、ロッシがちょっと太ももを気にしながら走っています。ロナウドが中へ入れてくる、ゴール前へ。ここも守りましたピアチェンツァ。そして前半終了です。前半は0対0。田島さん、感想を伺いましょう。いや、インテルが思ったよりもですね、ボールを支配して、いいプレー見せてくれましたね。特にロナウド、カヌー、この2人に入った時にはいい形作りましたね。はい、では前半のハイライトです。まず17分のインテル、カヌーポイントを作って落として、ロナウド左足のシュートはわずかに右。ああいうポストで、の後のボールっていうのはロナウドもかなりいい形でボールもらえますからね。はい、この辺りからインテルが攻勢に転じます。そして23分、決定的な場面です。ポストに当たってカヌーと届かないが、ボールをコントロールして うまかったんですけどねちょっと最後慎重になりすぎてしまいましたね。はい、がっくり膝をつきました。このやはりカヌーらしいキックフェイントですよね。はい、まあ、逆にセレーニ良かったですね。はい、43分になります。シメオネが抜けてロナウド、このシュートも強烈、振りが小さいですよね。はい、体はかなり大きいんですけどね。そうですね、
ロスタイムに入って抜けたのはモリエロ。セレーニが何本防いだことかというようなシュートをご覧いただきました。その通りですね。前半はご覧いただいたように0対0で折り返しています。さあゲームは後半に入ります。田島さん、後半を展望していただこうかと思いましたが、はい、ジョルカエフですね、出てきてますね。変えましたね、インテル、まあ、この辺の交代はかなりもう予定通りということかもしれませんね。そうですか、選手は、はい、それからどうやら見たところ光栄が入っているようです。メンバーの交代、インテルはジョルカエフが入りました。パウロ・ソーザが出ています。それからモリエロを変えましたね。モリエルもソードもそれほど悪いというね、あれではありませんでしたからね、はい。一方ピアチェンザの方もロッシに代わってこちらは16番のシェンタが入りました。ロッシが前半の終わり頃あたりに太ももを抑えながら走っているようなところがありました、ね、肉離れしてそうですね。ハムストリングももの大腿部の裏の方ですけど、そうですか、はい。そこで入れたのがシェンタ。この人は中盤のどちらかというとオフェンシブな選手なんですが、ピアチェンツァの方は少しシステムを変えているようです。いい体の向きでターンしましたね、はい、ヴィンテル。カヌーです。そしてここにいるのがコーエ。ヴィンテルからまたコーエに渡しました。そしてシメオネ、縦へ行くシメオネ、狭いところでボールをつなぐ、ゴール前ちょっと来る、サジョルカエフシュート。いや今いいタイミングでジョルカエフ出てきましたね、はい、変わったばかりのジョルカエフ、落ち際をボレーシュートです。考えてみればこのジョルカエフをサブで使う贅沢ができるチームというそうですね、まあ、もっと機能するんじゃないかなと思ってたんですけどね。そうですか、ジョルカエフの位置は、まあ、カヌーがそのまま残っていますので、2トップはロナウド、カヌーで、はい、2トップ第2列という形になると思いますけどね、はい、彼はそこのポジションが一番いいと思いますね。なるほど。さあ今度は左サイド、ミラネーゼが上がっていく、ブーゾとの1対1倒されました。ペナルティーエリアのすぐ外、まあ、体入れましたからね、はい、ブーゾにイエローカードが出ています。レナト・ブーゾ完全に掴んでますからね、そうですね。次のゲームは出場停止となりました。さあロナウドのフリーキック、ユベントス戦ではあわやというのも何本かありましたが、ことごとく防がれました。セレーニ、前半は素晴らしいセーブを連発しています。ポイントにはジョルカイフとロナウドがいます。ロナウドが狙った、おっとわずかにそれました。軽く蹴ったようにも見えましたが、そうですね、近かった、ニアの方を狙いましたけどね、まあ、割と惜しいところ行ってると思いますよ、今ポストに当たって大きく跳ねましたね、後半の立ち上がり、まずチャンスを迎えたインテルですが、ロナウドのフリーキックは外れています。さあまたいい形でボールを取ってカヌーがヘディングで落とす、こぼれたところに選手が来ていませんでした。前半からカヌーのうまさを申し上げてるんですけども、はい、今のヘディングなんかのがかえってはかなり苦手なんじゃないかなという気がしますよね。そうですか、今のヘディングを見てどういうところが、もちろん身長は高いんですけどね、はい、タイミングとかこの体の使い方とかそれほどうまくないかなっていうのは今のヘディングに関してはそう思いましたね。なるほど、かなりコントロールしようっていう意識が強かったからちょっと気持ちよくなったのかもしれませんけども、しかし足元でもらったら本当にピタッと止まるんですね。そうですね、今のもミスしましたけど相手の裏を狙おうとしてミスしましたからね、はい、さあここはどうか、右サイドスルーパスが出る、ラステッディ、フレージが抑えている、ラステディクロス上げるか、粘りましたがダメ、よくつきましたね、はい、ヘディングでゴール前、ブルジータが待っているがコロンデーゼがクリア、パリウカを抑えています。
少し雑なプレーになりました。インテル縦パス1本、今も通っていればというところなんですね。そうですね、まあ、あれぐらいのチャンスをどんどん作ろうとすると思いますよ。ロナウドが引っ張られた。これは笛が鳴っています。抑えたビエルコウッドがイエローカードを受けたようです。触れないですからね、ボールにタックルもできない。非常にロナウドの体の使い方がうまいということですね。はい、ビエルコウッド、セリエ A19 シーズンかけて史上5位の今日510試合目の出場となります。いや、もうすごいことですね、ここでムルジータが下がってボルディンを入れました。ボルディンはミッドフィルダーですが、どちらかというとこの人はディフェンシブな方です。ここでポスト役のムルジータを下げました。ピアチェンサ、はい、まあ、あまり機能してなかったんでラステッディワントップとかですね、そういう形になるかもしれませんね。はい、距離のあるところでジョルカイフがちょーんと浮かせた。さあカヌーだ、ゴール前カヌーシュート打つ。いや、もう体中どこで触ってもうまいコントロールできますよね。はい、ボールが磁石のように吸い寄せられていくような。そういえば、まあ、怪我があってなかなか戻ってきても出られなかったパルマのアスプリージャも組む男なんていうことを言われて足元にピタ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 吸い付いてましたけれどもね。ジョルカイフが走っていきます。倒されました。笛が鳴りました。フランス代表のユーリ・ジョルカイフ、この人誕生日は3月9日、インテルの創立日と同じですこの位置からジョルカイフが上げます。早いうちに点取ってきているところですね、はい、インテルにしても。フレージも上がってきています。ミラネーゼもいます。中央に来たヘディングシュート、ポストシメオネ、シメオネですね。彼のあのヘディング定評ありますからね。はい、シメオネは身長180センチですからそれほど大きいというわけではありませんが、まあ、必ずしも本当に身長だけのものじゃありませんからね、はい、タイミングであったり体の使い方とかですね。ポストに当たったシュートは前半から数えて3本になりますか。ピアチェンツは右サイドへ出した、縦へ出したパスはフレージがカットしています。今度はシメオネ左サイド一旦戻しました。フレージが上がってきた、スルーした、カヌーがおっとよく見てますね、ロナウド。ビンテル、ここにフレージ、ビンテルです。左へ開いた、さあクロスを上げるか、ビンテルが入れる、ちょっと送ったジョルカイフ、おっとアロン・ビンテル打てません。まだペナルティエリア付近、ロナウド、ロナウド、ビンテル、スルーパス出した、カヌー、カヌー、オフサイドですか。あしかしああいう本当に狭いところでですね、あのボールコントロールしっかりして落ち着いてよく見てますよね。そうですね、よくああいう狭いところを一瞬で通すものです ね。さあインテルがまたビルドアップを図っていきます。ゆっくりともうボールの支配率、これは圧倒的にインテルと言っていいわけなんですが、そうですね、ビンテルにボールがつながってコウへのクロス、カヌーが寄っていく、縦へボールが出ましたがカヌー追いつけません。一旦コウへ、そしてビンテル、真ん中にコロンネーゼがいます。そのコロンネーゼ、これはカットした、いい出足を見せました。ビエルコウッドです。今のようにあのボールにプレッシャーがかかっているとインターセプトしやすいですよね。なるほど、さあ右サイドラステッディが抜けていく、ゴールラインを割っています。ゴールキックになったようです。抑えたのはフレージ、
いや失礼、コーナーキックです。この試合ピアチェンツァ3本目のコーナーキック。中央に来ました、ヘディングでクリア、インテル。こぼれ球はもう一回ピアチェンツァ、トラメッツァーニ、シュートを打っていった。このトラメッツァーニはかつて92年から94年の前半あたりまでインテルに所属していました。ロナウド、スピードに乗る。ロナウド、パスを送ってカヌーが追いつけるか。追いつけません。ちょっと今コンビネーション合ってませんでしたね、カヌーとの。そうですか。笛が鳴って、あ、シメオネのファウルだ。今のは読んで体を入れただろうっていうような、そういうようなあれですね。そうですか。いかがですか。これは締めはね、まあファウルじゃないっていう気持ちがよくわかりますね。なるほど。さあボールはピアチェンツァ、また左サイド、トラメッツァーニ。一旦戻します、バローティ、シュートを打っていく、ミドルシュート。あ、失礼、シェンザですね、シェンザのシュート。戻ってきたカヌー、ちょうどハーフウェイライン付近です。シメオネ、ジョルカエフがくさびになろうとしていますが、一旦ボールが下がりました。ビンテル、コウエ、コウエが浮き球、ゴール前、おっと、誰もしていない。後半頭から入っています、ベノア・コウエ、29歳です。インテルとしては早い段階で得点を取りたいという田島さんのお話ありましたが、そうですね、もう、ま、あと守れるぞっていうそういうような、なんか意識が出てきますからね、ピアチェンツァの方 に、左サイド、トラメッツァーニがまた上がっていきます。サルトールが戻っています。ボールをうまくつなぎました。ですね、簡単に出しませんよね。そうですね、お客さんよく上がってますよね。はい、大きな拍手がスタンドから沸き起こりました。ビンテルが左へ開いてカヌー、前にロナウドがいる。ジョルカイフが寄ってきていますが、カヌー右へ開きました、コウエ、コウエのクロス、逆サイド、うんと選手がいません、ロナウド、インテル戻った、ブーゾ、ブルジータを下げたこともあって田島さんが途中でおっしゃったように完全に前にラステッリだけ置いておいて、まあ、かえってその方があのカウンターやりやすい場合もあるんですよね、スペースが多くありますから、はい、そのラステッリ、ここはストロッパ、左サイドのトラメッツァーニです。シェンツァ、クサビエのパスはファウルになった。こういうリスタート大事にしたいですね。はい、倒されたのはストロッパです。ファウルはコロンネーゼ。十分直接狙える位置です。ストロッパとトラメッツァーニ、そしてシェンツァがいます。壁をもっと右に寄せようとしています。パリューカ、短く出してシュートを打っていった。最後のシュートはトラメッツァーニ、壁を抜けていきましたが、ちょっとゴール前が荒れてますからね、ああいうゴロの方、あのグラウンダーのボールの方は嫌でしょうね、パリューカは。うまいですね、はい、カヌー、スルーパスを送って右サイド、コウエ、トラメッツァーニがマークについています。ビンテル、ワンタッチでシメオネ、前へ送ってヘディングでつなぐ、ロナウドには渡りません。もう一回スペースで出しますが、ジョルカイフを追いつけない。
いボールが一気にゴール前まで来ました。パリが出ています。インテルの選手の交代、後半入ったコーエ、ジョルカイフ、こういったところは田島さんいかがですか。そうですね、ジョルカイフ最初良かったんですけどね、今ここで出てきましたけど、ちょっと最初10分間ぐらい出てこなかったですね。あまりそうですか。ボールを受ける動きが今一つのような気がしますね。最初のゴール前のシュートに結びつけたのは非常に良かったですね。はい、ここで場内が大きく沸いています。カヌーがベンチを下がります。万代の拍手ですね。そうですね。そして代わって登場するのが22歳のレコバ、ウルグアイ代表、ずいぶん久しぶりの登場になりました。13試合ぶりですか。ロングスローはペナルティーエリア内でクリアして、さあロナウドにつながるか。もっとここはクリア。ピアセンザレコバ投入です。田島さん、このレコバ投入は、はい、そうですね、やはりカヌーの体調とかですね、いろいろ考えてたと思いますね。はい、さあロナウド逃げ出した。ジョルカイフ、ジョルカイフ持っていく、シュート、あったー、ナイス。しかし、あのロナウドの出し方がですね、はい、憎らしいというか、はい、ディフェンダーにとってはもう本当にもう取れそうだってところで出されましたからね、今。そうですね、コーナーキックはヘディングでクリアしました。さあレコバ、レコバは左利きです。中にちょんと送りますが、クリアされます。レコバといえば開幕戦ブレシア戦でインテルがあわや負けようかというのを救いましたね。そうですね、いいキックで最後は、この前の出し方がですね、足の裏で出したんですけれども、素晴らしかったですね。よくしかしセレーにも触っていますね。さあレコバドリブルで持ち上がっていきます。倒されました。さあではピアチェンツァ、蹴らせろって感じでしたね、レコバ。そうですか、今のはちょっとファールを取りに行ったっていう感じはありますよね。したたかですね、なかなか22歳、ちょっと遠いかなって気がしますけども、ロナウドが行ってもいいところですか。レコバは左、ロナウド右ですから、2人並んでるとキーパーとして読みにくいでしょうね。ジョルカイフが並んでましたね。おっとレコバのシュートは右でそれた。サモラーノが出場停止になっているということもありますけれども、レコバもずっと出番を今か今かと待ってたでしょうしね。そうですね、もうイベントスもそうですし、はい、もうこのインテル、ミラン、それから本当になんていうんですかね、2試合続けてやっても大丈夫な選手がいますからね。それも素晴らしい選手たちがね。そうですね、でも逆に言うとそういう選手たちを、あ、ここはいいタイミングで上がってきた。さあシュートがやっとクロスを上げた、逆サイドストロッパー、真ん中からステッリがいました。ストロッパーおっと返しにかかるが、面白いアイデアでしたけどね、はい、だその本当にいい選手たちをですね、はい、ベンチに座らせておくってことは逆にすごく難しいことなんですよね。いいフェイントですね、面白いフェイントですね。しかしディフェンスについていたコロネーゼも全く引っかかりませんでしたね。先ほどその層の厚さというのはチームの強みであると同時にいろいろ不満が高まってきたりするとコロナの刃になりかねない。そうですね、そこを調節するのが監督の腕の見せ所になるわけですか。その通りです。はい、このアロン・ビンテルはオランダ代表、ここにいるシミオネはアルゼンチン代表。さあゴール前、ジョルカイフか、短く送ってロナウドで出そうとしましたがビエルコートに戻りました。ジョルカイフもフランス代表です。よく見てたんですけどね。はい、コーナーキックになってヘディング、バーを越えていきました。シメオネはそこに必ず入ってきますね。
自分で得意としてるんでしょうね、やはり。そうですね。もう一度コーナーキックになります。今度はニアに来た、ゴール前ボールがこぼれる、シュートはできない。ビントルがもう一回右へ出しました。ロナウド持って入っていく、チップキックを上げる、ゴール前ヘディングでクリア。クリアがまだ小さい、シュートを打てるか、レコバ狭いところだ、レコバボールをコントロールするが、ピアチェンツァ守りました。いませんね。そうですね、今パリューカ以外は全部ピッチの左側に入ってるんではないでしょうか。トラベツアーニがクリアして、ここでラステッリが前を伺います。カットされました。ボールはトラメッツァーニ、縦へ出したボールは後衛に当たっています。後半からジョルカイフと後衛、そして途中からレコバを投入しましたインテル。これはファウルではありません。ビンテルが縦へ走ってきましたが、守ったのはマッツォーラ。カットしました、コーエ。ここから速い攻めになるか、レコバ。縦ボールを出す、ロナウドがワンタッチ。ロナウドに後ろから行ってボールを取りました。ピアチャンツァは右サイドからブーゾ。縦にラステッリがいます。ラインを上げています、インテル。ボールをちょっと出せません。右サイド。ラステリ走っていきましたが、ここは流れました。遅かったですね、はい、ことごとくいろんな選択肢があったんですけども、全て遅くなっちゃいましたね、で最後最悪のスルーパスになってしまいましたけれども、はい、いい出足でまたビエルコウッドです。ラステリに、おっとこれを渡ればチャンスになる。ラステリヘディングで落としてシュートまで行く、おっとジャストミートできませんでした。あのビエルコート非常にポジションとか読みがいいですよね、はい、ですからいい形でインターセプトしてますね。カヌーがいなくなってロナウドがトップになって、どうでしょう、ポイントになる選手が。そうですね、あのロナウドへのマークきつくなりましたよね、はい、やはりジョルカイフはここでレコバ、縦へ出したビンテルですが、これは流れました。こうなってきますとインテルは何かやり方を変えるべきなんですか。そうですね、ジョルカイフを少し上がり目にするくとかしてですね、はい、まあ、ロナウドのワントップっていう形じゃない方がいいと思いますけどね。なるほど、まあ、ジョルカイフの使い方ってのは随分あの今シーズンはいろいろトライしましたよね、はい、これだというのは田島さんがご覧になって、ジョルカイフはやはり第2列ツートップの後ろにつく方がいいと思いますね、はい、ここはロナウドにボールが渡る。さあペナルティエールの中だ、ロナウドクロスを入れてきた、逆サイドミラネーゼには届きません。シメオネ、ビンテル、コーエ、ファーサイドに上がってくる、シメオネが待っている、落とした、シュートは地面にかした、シュートを打つ、ここもキーパーのセレーに抑えました。カヌーも前半同じようなプレーを一つやりましたけど、そうですね、あ、そしてピアチェンツァはストロッパがベンチに下がります。18歳のフォワードゼルビーニが入ってきました。コーナーキックはレコバ、ファーサイドヘディングでつなぐ、さあゴール前、ピアチェンツァクリア、こぼれ球はもう一回レコバ、どうしても左足の方に持っていこうとしています。ピアチェンツァ選手が一人倒れている、レコバのシュート正面です。セリエ A6 試合で3ゴール、たった今ピアチェンツァは選手を3人変えたばかりです。デリカッリが痛んでいます。
この人は94-95シーズンジェノアにいました。つまりはカズのチームメートでした。膝が入ってますよね、ももの太ももに、はい、この様子ですとどうやら戦列には戻れそうです。後半25分を経過してともに0対0です。この時間になってくるとインテル少し焦りの気持ちは出てきますか。まだ20分になりますが。そうですね、まあ、前の節の試合が尾を引いてなきゃいいんですけれども、そうですか、さあジョルカイフ勝ちたいという気持ちを前面出してほしいですよね、はい、ジョルカイフが懸命にボールを追っていく。追いついた、いいですよ。クロスを上げようとしたがディフェンスに当たった。もう一度ジョルカイフ、ボールを取った、中へ入れる、レコバ、そしてコウエ、プレッシャーを受けて戻されましたがクロスが入ってくる、ヘディングクリア、またレコバだ、シュートを打ってくる、よく攻めた、アットロナウド触れません、オフサイドがあったようです。積極的にボールに絡んでいく姿勢が感じられます。レコバシュートをいつも狙ってますよね。そうですね、何か意外性のあるシュートを打ってくる人ではないですか。そうですね、特に左足はいいもの持ってますからね、はい。さあここは前線でラステッリが体を張りました。ファウルはコロンネーゼかミラネーゼ、いやサルトールか。誰がやったのかわからないぐらい、ね、2人でやってますね、はい。さあ先ほどはストロッパがいて小さく送ってトラメッツァーニに打たせました。距離はだいたい2トヤのところですけれども、うん、先ほどこう出した後でしたからね、ちょっと触ってからでしたけども、今回直接打つようですね。ずいぶん助走距離を取っているトラメッツァーニ、2枚壁を作ってどくんでしょうね。あっと、されました。キーパーにボールを見せないような形にして、はい、蹴る直前にどくっていう形ですけどね、ミスキックと言ってよろしいんですか。キック自体はミスキックですけどね、ダブルウォールっていうか、はい、そういうふうなやり方をしましたね、今フリーキック。ピアチェンツァの方は、まあ、カウンターがダメならああいったセットプレーが得点の可能性でしょうかね。そうですね、ボールはインテルがキープしています。アロン・ビンテルが今最終ラインにいます。そしてフレージ、これがミラネーゼ、縦へ出していきます。レコバ、中にずいぶん人がいますね。ペナルティーエリアの中、赤いユニフォームがいっぱいいますが、そこへチップキックが上がる、胸で落とす、コウエ、そして縦へ出す。ここはラステッディ、ボールを抑えました。いいタックルをしました、シモネ、シモネ、あっとクロスを上げようとして倒された。これはイエローでしょうね。完全に無防備な状態のところ、今度のワールドカップはこういうのが、まあ、どうですかね、ちょっと難しい判定ですけども、あれが足にいってれば、レッドカードになる可能性はありますよね、はい。逆にラステッディの方もアキレス腱のあたりをしたたか蹴られました、ボールの相手、そのシメオネがこう蹴る間に足を入れて防ぎましたからね、はい。今のは後ろからの、チャージありませんね。そうですか、さあレコバです。左足で上げてきます。ラステッディはまたピッチの外に出ました。
今1人少ない状況です。ピアチェンツァレコバのフリーキック、おっと狙ってきたか、もうあのゴールの方にもう、まあ、巻いていって、それを誰か触ればっていうのはそれぐらいの感覚でしょうね、はい、今のコーナーキックをアピールしているインテルですが、ゴールキックになりました。後半の30分を経過しています。得点なく0対0。橋田さん、はい、まだ逆転スプレッドインテル可能性残してますが、はい、まあ、絶対条件はやはり3連勝でしょうね。まあそうですね、引き分けも許されませんよね。もうそうでしょうね、引き分けはもう負けに等しいような状況でしょうね。ピアチェンツァは一方どうでしょうか。今15位のブレシアと 3ポイント差の14位ですが、そうですね、とにかく 1ポイントでも多く取っておきたいところでしょうね。そうですか、まあ、相手がインテルですからね、引き分けでもしょうがないというふうに思うでしょうね。あ、なるほど。あ、ラステッリ元気です。再三今日は怪我していますが戻ってきました。サポートがなかなか来ませんからね、バローティが短く出しましたがカットした。こういう後が危ないんですよね。はい、差し目をね、前を向いた、右に光栄がいる、その光栄出しました。中へ入り込んでくる光栄、真ん中レコバ、レコバが一人かわしにかかる、ゴール前ロナウドには当たりません。こぼれ球もう一回締めをね、ボールを見失った。ゼルビーに行ったのを当てて、そして戻して長いボールですが誰も走っていませんでした。後半の30分を過ぎています。得点が取れないインテル、前を伺うアロン・ビンテル、声が入ってきましたが右へ開きました。クロスを入れてきます。ゴール前ヘディングはクリアしています。コーナーキックになります。後半はインテルのコーナーキックが増えています。これが7本目、ヘディングシュート、ジョルカエフ、いかがでしょうか。いやー、まあ、あの前の選手がいてちょっと見にくかったのかもしれませんけど、じゃあの頭にうまく当たってませんよね。あ、そうですか、肩っていう感じかなって気がしますけれども、前々節のウディネーズ戦ではあのジョルカイフのバックヘッドが決まってインテルが勝利をものにしたんですけどね。さあラステッリ、ここはまたコロネーズがファウルを取られました。今日がセリエ A 99試合目の出場です、コロンネーザ。まあ選手たちは違うという表情を見せますけど、こうやって見ればもう明らかにファウルですよね。そうですね。さあセットプレーです。ゴール前にボールが来た、流れました。さあミラネーゼスピードに乗って上がっていきます。ここで少しペースが落ちました。シメオネ、またシメオネにボールが渡ります。ロナウド、ロナウド二人がかりのディフェンス、ロナウドがボールを触ったのも何か久しぶりのような感じですね。そうですね、マークもきつくなりましたし、はい、ちょっとロナウド自身もどうですかね、少しモチベーション落ちてるかもしれませんね。あ、そうですか。出場停止処分が解けたのは本当に、はい、いいことだと、最近は悲しいことばかり多いからねということをロナウドは停止処分のお知らせを受けたときに言ったそうですが、ゴール前に来ました。これはコーナーキックになる。まあ、インテルの激しいスプレッド争い、それから代表でのゲームで、ロナウドはまた合間を見てイタリアの電話相談室のゲスト相談員なんかもやったらしいですね。そうですか、大忙しです。ゴール前に来た、ヘッドがどうか、ミラネーゼ、
触ってませんね。そうですね、セレーニの手には触れていません。そのままゴールラインを割っています。さあ残り10分になりました。後半です。引き分けは負けに等しいインテル。選手は全て交代しましたので、あとはもう中にいる選手たちでなんとかピアチェンツァの守りをこじ開けなければいけませんが、ジョルカウフのクロスは集めてくるのがシメオネ・ロナウドと入ってきましたが、まあ、いやちょっとモチベーションが高まってない、勝とうっていうのがまだインテルに見えませんよね。そうですか。是が非でも点取りたいっていうなら見せてほしいですね。そうですね、さあここもチャンスだ。インテル、レコバが上げる、ゴール前に来る、セレーニを抑えた。このセレーニというゴールキーパーいかがですか、田島さん。いいですね、非常に、はい、ボールが流れてロナウドが、いや、ルコバが入ってきた、アウト、打てない。ボールはジョルカイフ、そしてレコバ、ディフェンスをかす、クロスが入ってくる、グラウンダー届かない。あそこに早く入ってなきゃいけないですね。そうですか。まだインテルボールか、あっとフレイジのファウルです。スタンドの方もだいぶフラストレーションが溜まってきた様子です。ラステッリから左サイドのトラメッツァーニ、トラメッツァーニがボールを追っていく、守るのはビンテル。そういえば今映ったトラメッツァーニがアウェーでのピアチェンツァは手強いんだよと、なんといってもラツィオ相手でも0対0で引き分けたんだからということを試合前に話したそうなんですが、まあ、この本当に B 落ちをですね、かけてるチームっていうのはそれは手強いと思いますよ。そうでしょう ね。早めのクロス、ジョルカイフには届きません。自分たちの契約もそうです。それから、はい、チームとしてのですね、収入が本当に変わりますからね。そうでしょうね、A と B では大違いです。本当今のジェスチャー、声もうちょっと動けよっていう感じでしょうね。そうですか。出すとこないんですね。ようやく今ビンテルが走り始めて、レコバ、ジョルカイフが寄ってきました。ビンテル縦へ出してくる、ヘディングできるか、シメオネ、シメオネシュート、止めた、また防いだ、セレーニ。しかしシメオネは運動量が豊富ですね。やはり第2列からどんどんこうやって上がってくる嫌な選手ですね、はい、前半でも何度となくこういったシーンが見られました、本当にタフなんですね。一試合通じてそれをやってのけますよね。なんと胸だと庭主審がインテルの選手たちに言いました。これはファウルを取られたのはインテル。カスティリーネ監督代行もう座っていられません。立ち上がりました。スタンドで見ているシモーニ監督の心境はどうでしょうね。何か選手たちがこうインテル見てますと、まあ思うようにいってないっていうのは出てますよね。そうですね。これも雑に相手に渡すようなキックになってしまいました。ちょっとピアセンターの方がここに来てですね、はい、攻撃にかける人数増やしてきましたからね、気をつけなきゃいけないですね。そうですね。さあトラメッツァーにジョルカイフが戻ってきました。
残り時間が間もなく5分になります。ラステッリが行きます。左サイドラインを割ってゴールキックになります。さあ後半残り5分です。ジョルカエフ出すとこないでしょう ね。イラネーゼ何かスタンドの方も何やってるんだよっていうようなそんな声援というよりも田島さん馬勢に近いような感じになってきましたかね。うまい。ロナウドどうか。ここはロナウドの見せ所か。パスを送った。さあジョルカエフ打てない。しかし見事なコントロールですよね、はい、何度となくゴール前に迫ってはその度に跳ね返されている今日のインテル。コーナーキックも前後半通じて9本目になりました。惜しいヘディングが1本ありました。ジョルカイフ、そしてミラネーゼ、ここはどうか。ヘッドが来た。クロスバーの上、またシメオネ。シメオネ必ずあそこに入ってきますね、はい、もう彼のこの最後までこう諦めない投手とかこの辺はやはりすごい選手ですね。そうですね。入ってきたシメオネとブーゾが激しく交錯しました。倒れたブーゾ。シメオネのこのプレーぶり見てますとやはりアルゼンチン代表恐るべしというカテゴワシというか当然なんですけども、まあ、こういう選手でやっていく中で日本選手も学んでいくわけですからね。やはり実際に本当にワールドカップという舞台で戦わなければ分からないことはたくさんあると思います。はい、右サイド光栄が倒された。これはトラメッツァーに危ないプレーだったでしょうか。イエローカードが出ました。かつてトラメッツァーニがいた頃とインテルのメンバーはだいぶ変わっているでしょう。そうですね、この位置です。またレコバでしょうか。今日警告を受けたのはピアチェンツァ3人目になりました。さあレコバの左足、あっと今一つ当たってませんね、はい、もう一回レコバ今度はパスを出す。ワンツーもらった。そしてレコバ足払われた。ここはいいポジションですよ。はい、あそしてまた当然俺だということでボールを受けたレコバ。もうどう考えてもファン、はいでロナウド蹴らないんですかね。レコバですね。どうやらジョルカエフもいますが、さあ大きなチャンスです。残り時間はあまりありません。インテル狙ったレコバ壁に当たった。あっとスタンドがボイングだ。ハンドだってことでしょうね。壁の中何が何だか今分からなかったですけどね。分かりませんでしたね。跳ね返った瞬間にスタンドがどっと大騒ぎになりました。笛は鳴っていません。ゲームは続いています。攻めるのはインテル。レコバのクロスが入る。短い声、ヘディングで繋いだ。この前ジョルカイフ送る。攻めきれないかインテル。ピアチェンツァ守りました。ピアチェンツァボールです。またスタンドが荒れています。先ほどのうわ、分からなかったですけど、どこに当たってるの余計分からなくなりましたまあそこでおそらく何かあったという、ね、手に当たったんじゃないかっていうのがもうスタジアム全体の雰囲気ですけどね。そうですね。
フレージも上がっていきます。どう攻めるインテル、ミラメーザがここにいます。ドルカイフ戻ってきた、かわしにかかる、ここへに出しましたがトラメッツァーニが守りました。ボールはヴィンテル、45分を回っている、ゴール前ヘディングで流してロナウド行くがダメ。早く攻めたいインテル、ピアチェンツァはもう引き分けでいいという意識でいるんでしょうね、はい、ほとんどの選手がピアチェンツァ陣内に入ってきています。縦パスはカットされた、ちょっと中央に入りすぎですよね。そうですか、インテルの方は、はい、レコバです。ここまで戻ってそしてドリブルで上がっていくコエ、ここも中を伺っている、センタリングが入る、流れました。追っていくのはフレージだ、ボールはラインを割っています。ゴールキック、時間だけがいたずらに流れていきます。2位インテル、対戦相手は14位のピアチェンツァ。得点は0対0です。すでに後半のロスタイムです。ボールをつないでいるのはピアチェンツァ、さあトラメッツァーニが上がってきたが立ち終わりました。パリューカもだんだんイライラしてきたんでしょうか。ペナルティーいないですからね。そうですね。さあヴィンテル、コエ、ヴィンテルへ出した、立てるスペース、さあヴィンテルかわした、中央3人いる、クロスが上がる、さあどうか、シメオネヘッド、あ、力がなかった、セレーに抑えました。ボールも弱かったですからね、勢い強いヘディングを打つことはできませんでした。さあパリューカロングボール、拾ってつなぎたいインテル、ダメです。トラベッツァーニ、このあたりはガステッリ、なかなかうまいプレーを見せます。時間は流れます。シェンツァ、シェンツァ、ブーゾへ、シェンツァがクロスを上げます。ゴール前ヘディング、あっとラステリが入ってきた、ヘディングで戻してカリーカも急ぐ。そうですね、こういう姿勢どんどん見せてほしいですね。はい、飛び込んでいったがボールは取れない。ここでバローティ、ピアチェンツァボールです。ラステッディ、あとアファウルです。ミラネーゼ、アファウルですね。はい、ロスタイムをかなり取っています。すでに4分経ちました。ブーゾが上げていきます。これはパリューカ、取ってすぐ蹴る、ロナウドには当たらない、差し目をね、ボールを拾う、あーっと引っ張られた、シェンツァにイエローカードが出ました。半ば覚悟してやっているんでしょうか。当然でしょうね、今のはもう、はい、
ちょっと距離はあります。もう8名ぐらいがペナルティーの中入りましたね、はい、インテルはヘディングクリア、トラメッツアリです。さあヴィンテルゴール前に上がってくる、このボールフリーになっている、ヘディングであっと右スライダー、後衛の折り返しはダメ、ロスタイム5分過ぎました。今入ってきた時ミラネーゼコロネーゼでしたか、フリーでしたけど、ね、横に出しちゃいましたね。そして試合終了、インテルにとってはあまりにも痛い引き分け、0対0スコアレスドロー。田島さん、はい、一言お願いします。そうですね、ちょっとあの前回の試合の前節の試合が大引いた気がしますね。はい、では今日のハイライトです。さあまずこのシーンご覧いただきましょう。前半23分のロナウドのシュートからカルー、あのレバーたら言いたくないですね、この辺決まってたら大差になったかもしれないんですけどね、はい、そうでしょう ね前半のまだ半ばでした。しかしうまい切り返しですよね。はい、ピアチェンサもセレーニはじめディフェンスもよく体を投げ出して守りました、はい、さあ43分ロナウドの強烈なシュート、セレーニの守りに合います。後半立ち上がりゴール前チョルカエフ、いいですねセレーニ、チョルカエフも非常にいいタイミングでしたけどね、ここは、はい、シメオネのヘッドはポストを叩きます。いつもあのポジションに入ってきますね、はい、さあ続いて後半16分、ジョルカイフ、このシュートもセレーニが弾きます。ロナウドの出し方が見事でしたね、はい、後半38分、抜け出したシメオネ、ループを狙うもダメ、もう今日のセレーニはもう全て当たってますね。そうですね、ありとあらゆるタイプのシュートが飛んできますが、ことごとく防ぎました。ロスタイム、ヴィンテル、ゴール前3人いる、最後はシメオネヘッド抑えられました。ご覧いただいたように0対0です。さあ田島さん、改めて感想、この数字を見ながら伺いましょう。そうですね、まあ、シュート25本と5本で勝てなかったんですけれども、ちょっと前節の試合を少し引きずってるなって気がしますね。インテルはスクデットいかがでしょうか。厳しくなりましたね、はい、残り2試合どう戦いましょう。頑張って勝ってほしいですね、勝ってほしい、はい。では次回のスーパーサッカーセリエ A ですが、5月10日第33節ユベントス対ボローニャ戦、ユーベが勝てば2シーズン連続のスクデット獲得です。どうぞお楽しみに。そして番組からのお知らせです。スーパーサッカーセリエ A では5月24日に今シーズンの総集編をお送りします。そこで番組では視聴者の皆様からもう一度見たいゴールシーンを大募集。応募者の中から抽選でこちらのプレゼントが当たります。カヌー、シメオデ、サネッティ、サモラーノのサイン入りユニフォーム、デルピエロ、ベッラーラ、リッピ監督のサイン入りユベントス会員誌、皆様のハガキをもとにベストゴール30を発表。視聴者の皆様、5月24日お楽しみに。では第32節のダイジェストをご覧いただきながらこの辺でお別れです。解説は田島幸三さんでした。田島さん、どうもありがとうございました。この試合でスクデットを決めたいユベントスはアウェーでビチェンツァと対戦。前半はビチェンツァが主導権を握りますが得点できません。一方のユベントスもベッソットがシュートを放ちますが、ブリビオの好セーブの前にゴールを割ることができません。ピアチェンツァもルイーゾがシュートを放ちますが得点にはつながりません。前節のインテル戦で決勝点を挙げたデルピエロもこの日は絶不調。結局両チーム無得点のまま引き分けで試合終了。ユベントスは23年間ビチェンツァのホームで勝ち星を挙げることができません。セリエ B 落ちが決まってしまったナポリは5位のウディネーゼと対戦。前半5分、ウディネーゼ、アモローゾからのボールをポッチが2試合連続となるゴールを決めて先制します。しかしウディネーゼにピンチが訪れます。ペナルティーエリア内でベルトットがベルッチを倒してしまい、ナポリに PK を与えてしまいます。これをトゥディーリが確実に決めてナポリ同点。
前半終了間際アモローズがドリブルで持ち込みますがゴールキーパーと接触、こぼれ球をビエルホフが決めてウディネーゼ勝ち越しに成功します。試合終了間際にもビエルホフが今シーズン25得点目となるゴールで3-1、ウディネーゼがナポリを下しました。ウェファカップ決勝を控えたラツィオはベンチに主力選手を残しレッチェと対戦。前半ラツィオはレッチェに中盤を支配されピンチを迎えてしまいます。43分コッツァのアシストからパルミエリが今シーズン9得点目となるゴールでレッチェ先制します。ラツィオもカシラギがペナルティエリア内でファールを受けて PK へ。しかしこのチャンスをものにできずラツィオ同点のチャンスを逃してしまいレッチェに1-0で敗れてしまいました。両チーム3連勝と好調同士の対戦。先制したのはパルマ。前半34分キエーザが見事なフリーキックを決めて1-0。キエーザの今シーズン10得点目となるゴールでパルマ先制します。後半に入って退場者を出してしまったサンプドリア。しかし21分ソアレスがゴールを決めて同点に追いつきます。ボスコフ監督も大喜び。喜びもつかの間33分ディノバッジョがシュート。これはゴールポストに嫌われますがコボルダも先進位が決めてパルマ2-1と再びリードします。しかし試合終了間際サンプドリアコーナーキックのチャンスにボゴシアンが頭で合わせ2-2の同点に追いつき引き分けに終わりました。第32節終了の順位表です。首位は25回目のスクデットに王手をかけるユベントス。追ってインテルが勝ち点差4で2位、連勝のウディネーゼが3位に浮上です。アタランタはここへ来て15位に浮上。セリエ B 落ちが早々に決まったナポリを除き、セリエ A 残留をかけた争いも見逃せません。続いて得点ランキングです。トップはビエルホフ。チームのスクレットとともに個人タイトルも期待したいデルピエロが3位で、得点王争いもいよいよ大詰めです。